諸君、私こそがレオス・ヴィンセントだ。よろしくお願いします。いやー、お疲れ様でした。もう誰に言ってるのかわからないっていう形ではあったんですけども、いやー、緊張しましたね、本当に。こういういね いわゆるリアルとバーチャルの垣根を越えた番組っていうのをね出るのが初めてだったので私としてもね、まあ、どういう形でやっていこうかなっていうのはあったんですけどもまあそもそも私が2時3時でねいろいろな公式番組を出させていただくにあたってねやっぱり自分の画を押し通そうみたいなねそういうところはねまあ常々思っているところではあったんで、まあ、そちらの方をね押し通させていただいたっていうところだったんですけども、まあ、その中でね本当に まあ共演者の皆さんにね助けてもらったりそれでいろいろとね拾っていただいてねいじってもらってね楽しくさせていただいてねねやっぱりねテレビに関わっている多くのねタレントさんであったりもそうですしスタッフさんもやっぱすげーなーって思いましたねねこれねすごい新しい刺激得られてね私としてもね脳みそ活性化したなっていうところではあるんですけども。 はい、えー、この番組はですねテレビ朝日で毎週金曜日深夜零時四十五分から放送中の金曜日のメタバースで5月から地上波初レギュラーを務めることになった私レオスヴィンセントが毎回収録直後のホヤホヤな感想反省 発見など語りリスナーの皆さんにね私の成長模様をお届けするポッドキャストとなっておりますということでねまあいいんだか悪いんだかちょっとねよくわかんないんですけどもここでねとにかくねまあ、その収録の後のねいろいろなことをねぶちまけていこうかなというふうに思っております。 まあそもそも金曜日のメタバースって番組を知らない人も多いと思うので説明しますとモグライダーさんと箸休め敦子さんが MC で2023年10月開始話題のメタバース空間やクリエイターを取材して紹介多くの芸能人の皆さんがメタバース空間で楽しいロケをしてそれを見るそんな番組だったわけなんですけども今回5月から番組をリニューアルするということでなぜか。 VTuber とこちらのリアルのね人間が一緒にひな壇に並んでいるような番組が作りたいということになりなぜかねこの私にね話が来たわけなんですけども本当に、なんで私だったんだろうっていうのもねすごく思うところがありましてなんというか番組の内容をね見ていただいたらね本当に分かると思うんですけども結構ねもう VTuber を 代表してきてるみたいな感じのポジションになっててこれね、プレッシャーがやばいんですよ本当に一つ一つの発言ミスれねえなっていうだからその、もちろんねバラエティ番組だからもっと面白いことを言いたいとかここでどういう風にして出ていったら正解なんだろうかとか まあ、私レオス・ヴィンセントのことを、ね、知ってるファンの人とか2次3次の中の人とかそういろんな、ね、タレントさんのところとかですと、まあ、レオス・ヴィンセントってこういうやつだからこういう風な感じでしゃべるしこういう扱いすりゃいいよなっていうところはあったりはするんですけどもやっぱりね VTuber というものに対してまだやっぱり皆さんもつかめてないと思うんですよ。まあ、その中で まあどういうふうにして自分が自我を出していくかっていうところでね、どこまで許容されて許容されないのかっていうのはね、もう本当にね、難しいなって思うところと、あとめちゃくちゃ緊張したのがね、その私ね、本当に番組、皆さんにね、すごいって、40万人すごいって言われるんですけど100、100万とか200万の人を私が語るわけですよ。 こんななななプレッシャーなかなかないですよ本当にいやだからねもううかつなこと言えないっていうところでねそのもうみんながすごく頑張っててそう羽ばたいてるっていうところね広告塔じゃないですけどもねなんかいい感じに説明できればいいなっていうふうに思ってねもうずっと喋らせていただきましたそういう意味ではまあまあまあ9大点上げたいなっていう気持ちはありますけどねそこの部分に関しては。 うんやっぱりみんなすごいからねなんかちょっとなんだろう私ねわりかしマウント取りがちなみたいなところがねあったりするんでんそういうことなんか純粋にね皆さんにね VTuber の文化どれだけ盛り上がってるかとかそういうところを説明して関心持ってもらえればすごく嬉しいなっていう風にね思ってね説明させていただきました収録がね本当にいやー <laughs> 本当になんというか 多分これモグライダーさんとかそうだったと思うんですけどいや本当にどういう風にして攻めてどういう風にしてキャッチしていこうっていうところがねお互い探り探りだったと思うんですよ。うんだから私はもうそこら辺ね押し通すしかないっていうところがあるからもちろんもう一番モグライダーさんとかすごく大変だったんじゃないかなっていう風に思うんでねだからそういう意味ではなんというか 分かりやすくああいうふうになんだろう Vtuber 界のあのサンドイッチマンねもうあれも相当やめてくれよっていう感じですよほんとにないないそんなんないほんとにいやでもそれぐらいの感覚でいじってもらえるっていうのは自分としてはすごく嬉しかったですよねそれぐらいもうなんだろう 雑ないじりをしててもらえるっていうねレオス・ヴィンセント、うんうれしくは思うんでそしたら私ね「おーい!」で大体困った時「おーい!」って大声出してますからもうそれでねまあリアクションできるっていうところもあるんで,でもっと皆さんガンガン雑にね「レオス・ヴィンセント」っていうのに深く考えずになんかその爪痕残しに来た若手芸人ぐらいの感覚でね 接してもらえると、なんか私としても非常にありがたいなと思うからね、うん、今後は皆さんと距離近めていって、いろいろと楽しいくだり入れられたらいいなっていうふうに思うんですけど、いやー、でもね、本当にね、これテレ朝、クソテンション上がりましたね、やっぱり、<laughs> もうそ、まずそこがすごい、でも私、マネージャーと一緒に来たんですけども、これ見て、この視聴率表、あるよみたいな、もうそんな、わっ もうテラスのね、ここの喫煙所も行ったんですけどもねいや私行ってもねそうテラスのね喫煙所があってねうおっちタバコ吸ってるのに健康になってるような気持ちになってきたねほんとにめちゃめちゃおしゃれなところでもやっぱりちょっと悲しかったのはねテレ朝さんもねちょっと分営の波が来てんのかなっていうところで喫煙所がすげえ少なくてねいやもうみんな吸うよってテレきっと 私、偏見だからかもしれないけど、テレビマンなんてみんなタバコ吸ってんだろうっていう感覚でいたからうーん、減らすんじゃなくて増やす方向にしてほしいと、そうスタジオの脇にもうカンカン置いてほしい気持ちぐらいはありましたよね。うん <laughs> ということでね、この番組、まだね、もう実は、ね、タイトルコールもしてないんですよ、皆さん気づきましたかススタッフさんからねレオスの 金メタ反省部屋カッコ仮というね仮のタイトルでスタートさせちゃってるんで実際に収録やってみて自分でタイトルを考えてみてくださいって言われたんですけどもんこれね与えられた方がやりやすいけどね普通にねうん,なんか自分でなんかおしゃれなタイトルそれこそなんかね何でもいいのってなっちゃったらレオス・ヴィンセントの「金メタ天国」とかねなんか私ね日天大好きなんでねそ,そこら辺のパロディ基本的に企画ねパロディしかやんないからね そういうのになっちゃうからもう考えてもらっても全然よかったんですけどもまあ、ただねスタッフさんから候補もらってるということでねそちらの方を、ねちょっとね、いろいろと自分の中でしっくりくるものあったらそちらちょっと使いたいなと、まあ、1個目がねレオスの金メタ反省会まあ、これシンプルだよねカッコ仮がついていないっていう形私としてもねまあ、これぐらいのねちょっとちゃんとお気にいった感じでも全然いいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもで次 レオスのビンビンン反省会ふざけてるよね完全にもううーんちょっとビン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 をなんかちょっと名前いじられてる感じほんとにちょっと下っぽい感じね嫌よこれは普通に却下ですありませんで次がレオス・ヴィンセントテレビスターへの道 <laughs> 恥ずかしいわ <laughs> なんかスター発見じゃないけどでもまあちょっとねこう ああの売れたいいっていう気持ちはあるからねこれぐらい前のめりでもいいのかもしれないと思うけどね。でレオスが収録について反省をするだけもう反省以外できなくなっちゃうからねこれ完全に今日の失敗をちゃんと述べてくださいっていうところもう圧が感じるよねちょっと反省しない場合もあるからね。でレオスのテレビ制圧計画うーんまあないねこれはね。まあ っていう風に見てみるとまあ、レオスの金メダ反省会は割とねおいい感じだとは思うんですけどそうですねあ仮のままもありです。レオスの金メ反省部屋っていうことかっこ仮仮のなんかあれだよねこんなこと言ったらあれだけど仮表題のままスタートするのってちょっとポッドキャストとかラジオっぽくっておしゃれでなんかね上がるよね。 企画段階でのタイトルをそのままつけられるっていうのがなんかねああなんかそのテレなんかこういうラジオっぽいことでやったりだとかテレビ的な仕事してんなっていうその自尊心が満たされるからすごくこれ「レオスの金メタ反省部屋」カッコ仮でいっちゃおっかなうん反省しない場合もあるからもちろん反省したくない場合もあるからね今日は私絶対悪くないっていうそういうね顔出していく場でもあるからそう一これこれにしよっか うん「レオスの金メタ反省部屋」ということでででですね決まったら何回かタイトルコールのねそう今回タイトルコールなかったんでちょっとタイトルコールちょっと試しにね何回か録音してみましょうか、ま、元気いっぱいなパターンレオスの金メタ反省部屋仮ちょっと違うねこれはねうーんなんか違うよね うーんでもいやでもちょっとちょっと恥ずかしがってたかもしれないさすがに突き抜けた方が逆にいいまであるからねレオスの金メタ反省違うねこれもねうーんなんかちょっといやでもなんかその音楽とかついたりしたらなんかそのポッドキャストっぽくなってもいいかもしれないけどちょっと気だるさある感じも撮りたいよねだとしたら。レオスの 金メタ反省部屋カッコ仮澄ましすぎかさすがにちょっとラジオ好きなやつがちょっとラジオっぽい感じでやってるところが <laughs> なんか嫌だなえー、どれが良かったんだろう一応ねいるんでねこれ1本目2本目3本目あったと思うんですけども比較的どれが全部なしの方向なんだ 全然うなずがない首が横にす横にだけにしか振られない縦軸忘れてるもんねえぇ、ー、まあ、普通な感じ普通な感じでもう一回取ろうレオスの金メタ反省部屋かっこ仮わかんなくなってくるわ <laughs> もう <laughs> 頼むなんか ううまいことやってくれ、<laughs> もういっそ,うそれであこれ使われたんだってなったらそれがオッケーっていう気持ちになれるからもうそうしようもう任せるプロに任せた方が丸く収まる場合があるからちょっとこうあの中で選定してもらってちょっとねうまいこと音量バランスとかちょっと音程とかいじってもらっていい感じにしてください。よろししくお願いします <laughs> ということでね まずはこれで1本目ここまでということでうんーまあ大丈夫だと大丈夫なのかとこんな感じで進行するのまあ、ということでね <laughs> 皆さん金曜日のメタバースぜひ見てみてください見逃し配信は TVerABEMA これまでの放送を全部見たい方はテラサで見られますのでぜひチェックしてみてくださいということでレオスの金メタ半生部屋カッコ仮でしたバイバイ